でもロケットを調べたいが、まずは魔法省に連絡だ。ジョージの死を伝え、ランロクへの注意を促そう。とりあえず、今夜のことは秘密にしておいてくれ。私と君の。もちろんです。ありがとう。組み分けに出よう。フィニアス・ナイジェラス・ブラック、ふん、この学校の校長だよ。フィグ、ずいぶん遅かったな。組分けの儀式は終わったぞ。少々事情。事情だと？どうやらゴブリンたちが。やめてくれ。ゴブリンだと？ヨタ話に付き合っている暇はない。さすがの私も我慢の限界だ。運が良ければ今夜中に君の組み分けができるかもな。また連絡する。先生、もう一人組み分けを頼む。ようこそ、間に合ってよかったよ。かけなさい。おや、なるほど。他の生徒より少し年上だね。君は期待を胸に抱いてここへ来ているな。希望しているもの、予想しているものがある。ホグワーツや城の外の世界をたくさん探検して回りたいな。いかにも冒険心を持つことで手に入れられるものは多い。だが君の先生たちも多くの知識を授けてくれるだろう。実に興味深い。珍しい能力を持っていることを最近知ったようだな。野望の芽生えを感じるぞ。力を強く望んでいる。スリザリンがいいかもしれんな。君はスリザリン。そうだ、最後にもう一つ。先日の春の決勝戦で負傷者が出たため、今年はクィディッチのシーズンを中止とする。気は済んだかね。何も飛ぶのを禁止するわけではないよ。まあ諸君次第だがな。学校とは将来に備え学ぶための場だ。授業が始まる前にやることが山ほどあるはずだぞ。もう一度言う。明日授業が始まるまでにやるべきことを済ませておきたまえ。派手な投稿だったね。はじめまして。私はレイズリー先生。新入生を談話室に案内したまえ。かしこまりました。改めましてウィーズリーよ。よろしくね。こちらこそ、はじめまして。こう見えて副校長でね、今から寮の談話室に案内するよ。ついておいで。
5年生から入学するなんて異例だよ。大変だろうけど、あんたならやっていけるよ。まあ、見ててください。これは頼もしいね。さあ、ここがスリザリンの談話室の入り口だ。入るのは簡単。合言葉を言うだけでいい。野心だよ。わかりました。野心。上出来。さあ、入って休みなさい。明日からいろいろ忙しいよ。朝迎えに来る。最初の授業に連れて行くよ。ありがとうございます。どうも。ホグワーツ最初の夜を楽しむといい。おやすみ。みんな行っちゃったみたい。談話室に行ってみよう。みんなに自己紹介して回らないと。誰が欲しい時はマジックニーフに行くようにして、A の新入生。マダムクイーンを何回も。5年生からホグワーツに入る。みんなと違うのね。どこの出身だ？ハリーデュークス。魔法省のガリオンをあるだけで。今にならなくてよかったよな。組分け儀式の終わりにゆっくり入ってきてたよな。学校に通うには遅すぎやしないか。みんなちょっとどいて。通してあげて。どうかしたか？ああ、新しく5年生に入ったのか。僕はセバスチャン・サロー。スリザリンへようこそ。ありがとう。魔法省の人間に学校へ案内してもらうなんてな。あまり私たちとはいなかったけど、フィグ先生の友達だよ。でも、十分すごいよ。ひどい死に方だよな。君とフィグ先生が無事でよかった。確かに恐ろしかったよ。でも本当にすごい経験だった。面白い考え方だね。君とフィグ先生はどうやって逃げたんだ？実は細かいところは覚えてないんだ。問い詰めるつもりはない。すぐに落ち着けるといいね。また話そう。会えてよかったよ、セバスチャン。読書の邪魔してごめんね。こちらこそよろしく。頑張って。私ならその手は打たない。考え直したらどう？
まあそこに動かせばいいのに。ほら、見なよ。忠告はしたから。チェックメイト。ほらね。言う通りにしないから。ああ、あんた、昨日の夜フィグ先生と一緒に飛び込んできたスリザリンの新入生ね。初日から見事な作戦ね。学校全員の注目をかっさらっちゃった。私はイメルダ。あんたやフィグ先生と一緒にいたらドラゴンを追い払ってやったのに。私、ほうきの腕なら自信あるの。あなたがいればフィグ先生の友人も無事だったかも。ええ、本当にね。よければそのうちほうきの乗り方を教えてあげる。小川よりいろいろ教えられるわ。ほうきといえば授業の前に軽く一乗りしておきたいの。学校でよく空を飛んでるの？時間を作ってね。城の先頭の間をくぐり抜けて競技場をぐるっと回るの。頭が空っぽになって最高よ。魔法使いのチェスに詳しいみたいだね。あの子が負けるって読んでた。別に、私にはおとなしすぎる遊びね。そこまで難しくもないし、分かりきった動きしかしないでしょ。なんでみんなわからないのかしら。じゃあね、イメルダ。会えてよかったわ。何か聞こえた気がする。ふん、人魚は俺たちに興味なんてないさ。談話室へ入ってくる時の会話から察するに、君が新しい5年生だな。俺はオミニス、オミニス・ゴーントだ。会えて嬉しいよ。ずいぶん印象的な到着だったようだな。まあ、名を挙げるには最初が肝心でしょ。寮にふさわしい性格だな。慣れないだろうから、困った時は声をかけて。その必要もなさそうだけど。自分がスリザリンに入るって予想してた？予想してたよ。父はホグワーツの創設者の一人、サラザール・スリザリンの直系だからね。でも特に誇らしくは思わない。血統にすごく固執する人でね、純血に異様にこだわってたんだ。残念ながらスリザリンの子孫の多くは純血主義者だ。さっきの子、人魚の声が聞こえたって言ってなかった？ああ、でも談話室の外に人魚が現れるなんて聞いたことないな。調子を合わせるのは楽しいけどな。1年生には何時間も見張ってるやつもいるってさ。ありがとう、オミニス。これからよろしくね。こちらこそ。仲良くしような。5年のスリザリン新入生はいるかしら？ウィーズリー先生が階段のところで待ってるわよ。おはよう。ホグワーツ初日を迎える準備はいいかい？この日をずっと夢見てました。ここで学べるなんて。ちゃんとここにいる。有意義な時間にするんだよ。ホグワーツの初日は一度きりなんだから。5年生として入学した特殊な状況について言えば、同級生に追いつき取り残されないようにすることが必要になる。それにだ、年度末には袋を受けないといけないからね。フクロウ？普通魔法レベル試験だよ。その結果によって卒業後のキャリアが決まるんだ。校長先生と魔法省の魔法教育部の間で議論が重ねられた結果、生徒の成功に役立つものを考案したのさ。これをどうぞ。
これは？魔法使いのフィールドガイドさ。学んだことを振り返るのに使えば、5年生で身につけるべき全ての役に立つよ。とても便利な道具さ。最大限に活用することを勧めるよ。ありがとうございます。でも、学んだことを記録するってどういうことですか？実際に見れば疑問に対する答えが見つかるかもね。移動して一緒に試してみよう。